はい、おはようございます。今日は八ヶ岳の名湯、唐沢高専に来てます。これから二人で直の湯でヒュッテを経由して天狗岳に行っていきたいと思います。ここまでジムニーで上がってきました。かなりビビりながら来ましたね。ちょっとね、駐車場も結構満車状態でしたね。ちょっと上の方に来て止めてますね。で、こっち来る途中もう2台ぐらいスタックしちゃってる車もありましたね。まあ、四駆必須ですね。ちょっと帰りはチェーンして帰ろうと思ってます。よいしょ。今日はね、かなりいい天気となってますので、頑張ってね、行きたいと思います。で、黒百合ヒュッテでね、ビーフシチューあれば、ちょっと復活したんでね、それを食べに行こうと思います。それじゃあ、行ってきます。これで、よいしょ。鼻水が止まんなくなってくる。はぁ。だけど厳冬期の八ヶ岳は初めてかもしれない。初めてかな。初めて。うん。残雪期とかは何回かあるから。ここまでなってんだ。すごい。ああ、本当綺麗だけど。違う。黒百合ヒュッテ天狗岳。よいしょ。橋。日が当たらない。ずっと樹林帯の中なんで。雪も結構踏み固められてるから、うん。トレースもしっかりしてて。登りやすいは登りやすいですね。よいしょ。うん。けどだんだん暑くなってきたな。全然風がないですね、ここは。上は、ね、上がどうなってるか。だけど天気もすごい青空だから全然雲がないもん。歩き始めて30分。黒百合まで1時間半ぐらいかなと。よいしょ。よいしょ。だんだん足も温まってきたから。もう寝不足も痛くなって、さっきも冷たかった。冷たかったけど。全然足も温まってきました。よいしょ。よいしょ。うん。渋の湯入り口の分岐のとこまで来ました。今何時ですかね。今何時だろう。今10時51分か。今が10時51分でマイナス 5.8 度ありますよ。あと黒百合ヒュッテまであと50分ぐらいかな。多分コースタイムで50分ぐらいだと思います。かなりだけど歩きやすくなかったですか。ね、結構もうトレースもしっかりしててかなり歩きやすい道となってますね。一番の難所が唐沢高専までの林道ですよね。あそこの林道がやばかった。
しかし今日はすごい天気がいい。もうそうだよ、本当に冬が。すごいな。疲れた、うん、よいしょよいしょ。ああ青空、うん、もう少しでよりより減って、よいしょよいしょ、うん、いい、あったかい。はあ、はい、今の時間が11時38分ですね。もうじきよりよりヒュッて、よりよりヒュッてで、休憩して、で、東天狗をね、目指して行きたいと思ってます。で、そこでピストンするか、西まで行っちゃうか、下山が4時ごろ目安で、なっちゃうかな。よいしょ。もうちょい、この網の橋、アイゼンね、爪が引っかかっちゃうんで、ゆっくり、ゆっくり来てくださいね。焦ると転びますんで。はい、くるよりヒュッター、やーい。何年ぶりかな、ここも2年ぶりぐらいかな。あ、違うか。去年来てるんか。去年、断雪期に来てるんで。はい、くるよりヒュッター到着。よーし。久しぶり。はい、どうぞ。黒百合ヒュッテを出て、もうテントいっぱい。何針ぐらいだね。はい、それじゃあここから一旦中山峠まで行って、はい、今が何時だ ?12 時54分。だいたい2時頃。1時間。1時間目指して行きましょう。よいしょ。あれが天狗岩かな。ここからちょっと岩ゾーンに入ってきます。はい、あそこら辺がちょっとだから、このアイゼンとこれは多分雪とミックスになっちゃってるから、うん、ちょっと気をつけないと。気をつけて。
大丈夫、大丈夫。ここ越えればまた普通の道になります。全然わかんないけど。よし、じゃあ山頂に向けて行きましょう。よいしょ。よし、行くぞ。直投だよ、直投。あとは西天狗の急登を登れば、登りは終わり。あとはね、下っていくだけですね。よし。次は立て品。雪が降ってきた。直投。ああ、いい音け。もうちょっと。ああ、着いた。
天狗岳から降りてきてすぐミレーの帽子が落ちてる。もったいない。ミレー、誰だろう。動画見た人は気づくかな、気づかないかな。写真も撮ったから、奇跡的に1枚撮れたから、後で山ップにあげとくか。はい、はい、第2展望台始めました。 あそこから降りてきましたね。見えますよ、天狗が。疲れるわ。あとは第1展望台っていうのがあって、次はもう川山高台、もう絶対ですよ。もうちょいだ。はい、もうちょい。よし、頑張っていきましょう。雪映るかな、わかんないから。よし、あと30分ぐらいで唐沢高専に着きます。よし、よし、もうちょっと。うわー、雪降ってる。今もう5時か。本当に日が伸びた。一応ね、ヘッドライトは準備してあります。森の中だとね、暗くなるの早いから。じゃあもうちょっと頑張っていきます。よし、はいはいはい、唐沢高専まで戻ってきました。ギリ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 、日没ギリギリ、西の空がほんのり赤い。本当に日が伸びてよかった。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。はい、疲れさん。よいしょ。はい、お疲れさんです。戻ってきました。ギリ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 。あれ、ジムニーゾーンになってんな。我々が浮いたところがジムニーゾーンとなってますね。どうでしょうか、初めてのマッティングは。疲れました。疲れた。やっぱ雪はね、疲れるよね。疲れますね。やっぱ厳冬期の山はね、疲れちゃう。だけど、夏山も結構岩岩だから、結構足上げないといけないから、疲れるっちゃ疲れるんですけどね。あ、でも、ね、全然こっちの方が、今日の方が疲れる。疲れる、うん。